はい、どうも皆さん、こちら、大田国の大田国です。今日はですね、鍋の、ね、準備をしていきたいと思います。野菜を切って準備するという、ただただそれだけです。おやさん、他に手伝ってくれる兄弟いないの？はい。実は兄弟いないっす。夕方、この時間、一番兄弟いないっすね。小林さん、たくさん入る大きな鍋あるんですか？大家族なら、鍋もでかいんでしょうね。鍋、でかい鍋もあるんですけど、鍋用の鍋はでかいのでなくて、うちは2個とか3個とか出します。普通のサイズの鍋を。それを長机に、こう、端と真ん中とね、配置してみたいな、そんな感じですね。さあ、僕は今日、マロニーちゃんも買ってきました。マロニーちゃんも大好きなマロニーちゃん。もうすでに何分今？35分。全然終わらんね。普通にちゃんと時間かかってる。まだかつてこんな風にマロニーちゃんを食い上げたことない。オッケー。カレー皿、僕の手のひらいっぱい。あ、これ一袋分ですね、マロニーちゃん。もう一袋。もう今日のお鍋ティーはプロモーションを含みます。嘘です。これです。これでこれ作ってります。これめっちゃ美味しい。キャベツを無限に食べれます。我が家の定番。はい、今日もうすでに1時間いってない。それ大丈夫？もうあと10分で1時間。あと10分で1時間。じゃあ大家族の大家族のライブ配信見てくださってありがとうございました。はい、また来週もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということでね、作業終わりましたね。はい、鍋簡単だと思ってたんですけど、ね、舐めてましたね。すげえ時間かかったね。ライブ配信は1時間ぐらいで終わったんですけど、はい、そっから30分ぐらい作業して今ようやく ね食べれる感じです。いただきます。キャベツ投入ぐわりゃー。あんなに時間をかけて今の量するのにね、ね、すごい時間かかったけど秒で食べちゃう。秒で食べちゃうで、マジで。これはキャベツは人によってね好みありますから、ね、好みはね。僕はもうくったくたになるのがいいです。私はシャキシャキがちょっと。もうちょっと僕もそうする。僕もこれキャベツの塊。はい、いただきます。いただきます。うまい。うん、白菜もうまいね。白菜甘いね。うん、いや本当にこのためだけにキャベツのスライス頑張れるよな。さあ、じゃあキャベツ2段目いってきます。どんどんいってきます。2段目。うん、キャベツをねこういう食べ方しようとした人考えた人本当に素晴らしい。はい、で来週はあれです、スパイスカレーまたやります。はい、スパイスカレーはリベンジということで、リベンジというかスパイスをちゃんと買って、で僕は28歳の目標でスパイスカレー作れるようになるっていう、美味しいスパイスカレー作れるようになるっていうのが目標なんで、次回はまた前回やったオーソドックスなチキンカレーね作っていきたいと思いますので、また次回も、はい、ぜひご視聴ください。お願いしま す。じゃあごちそうさまでしたということで、はい、ありがとうございました。